どうも、ナオテイです。駒技検定3段大車輪やっていきましょう。大車輪はツバメ返しから入って、ここで紐を伸ばしてから上で一周、下で一周してから手に戻ってくる、こんな感じの技になっております。それではやっていきましょう。どうぞ。さあ、それではやり方を見ていきましょう。まずはツバメ返しから入ります。そしたら手にかかっている紐を外します。そして人差し指側からかけて、ずるずるずるっと長く伸ばしていきます。これは綱渡りの準備と同じですね。さあ、この時点で紐は程よく張ってあります。さあ、そして右手で駒を押し出すんですね。前に押し出します。そして押し出したこの右手は閉じるんですね。はい、この時点で完全に閉じています。さあ、閉じた頃には上で一周終わっています。目の前に帰ってきたらぐーっと駒を下げて下で一周して、そして手元に帰ってきます。はい、上空から見ていきましょう。ツバメ返しから入ったら紐を外して人差し指からかけて伸ばします。ちょっと反動をつけて後ろから駒を前に押し出したら、その手は閉じます。はい、上で一周したらぐーっと下がって下で一周、そして手元に帰ってきます。上達のポイントは紐の高さです。綱渡りの場合、紐の高さは胸より下です。胸より下の位置から上げて下げていってらっしゃい、これが綱渡りなんですけれども、空中大車輪の場合、紐の高さはこんな感じで結構高いです。目線より上、頭のてっぺんぐらいにしてください。そして駒を押し出して手を閉じます。上で一周したらぐーっと下がって下でも一周、そしてこれ真上に引っ張らないでください。最後は手前に引くと駒が返ってきます。最後に横から見ていきましょう。ツバメ返しをして紐を張ります。その紐は目の高さまで持っていってください。そして駒を送り出したらその手は閉じます。そして下に行ったら、ここ注目です、駒が地面スレスレを通って手前に引いて帰ってきます。はい、お疲れ様でした。駒技検定3段大車輪、ご覧いただきありがとうございました。ナオティでした。